皆さん、こんにちは。サイドエフェクツタッキと申します。本日、次の講演者は、トランジスタスタジオの秋元さんです。秋元さん、こんにちは。こんにちは。簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、えー。株式会社トランジスタスタジオの、えー、取締役をしております、秋元と申します。えっ、ー、と、ま、不義に歴は15年、16年ぐらいだと思います。結構長いこと作ってます。はい。ありがとうございます。 えー、では簡単に今日の講演内容を説明していただけますか。はい、えー。今日の講演内容はえっ、ー、とまあレンダラーサードパーティー性のレンダラーとまあマントラも含めてまあそのレンダラそれぞれをこう比較してまあどういった特徴があったりとかまあまあいい悪いまあ含めてまあいろいろこう比較をしていきたいなと思っております。はい。ありがとうございます。 では、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、それでは、えー、プレゼンテーションの方を始めていきたいと思います。えー、今回はレンダラーの比較検証ということで、まあ、様々なレンダラーを、えー、まあ、いいところ悪いところを含めて、えー、どのような特性があるのかというところも見ていきたいと思います。はい、えー、先ほど、 紹介いただきました、えー、トランジスタスタジオという会社で、えー、フーディニを使ってずっと作業しているんですが、まあトランジスタスタジオが、えー、もともと、えー、もうプリズムスの頃からずっと二十何年間フーディニを使い続けているちょっと珍しい会社なんですが、まあ、僕もその中でまあ16年ぐらいですかね、えー、フーディニを使ってずっと作業しています。えー、今回はまあレンダラーっていうところに焦点を絞って、 え、検証していくんですが、まあ、それにあたって、えー、ブレッドレンダーファームさんというところの、えー、まあ、レンダーファームのサービスを展開している、えー、会社さんなんですが、えー、最後の方に PR も兼ねて、ちょっとブレッドレンダーファームの、まあ、技術的な、ちょっと協力も得まして、えー、いろいろと、まあ、そういった部分も含めてご紹介できればなと思っています。 はい。えー、それではですね。まず、えー、前半に、レンダラーの、ま、比較ですね。えー、いくつかのレンダラー、まあ、今回、えー、結構、6から、まあ、正式には8ぐらいのレンダラーを検証しているんですが、えー、まあ、様々なこう特性、あの、あるので、まあ、それの、ま、代表的な6つを、あの、より頂点をフォーカスを当てて、こう、検証していっています。 で、それで後半ですね、えー、ハイドラを使った、えー、レンダリングの検証ですね。まあ、どういった雰囲気で、こう、レンダリングができるのかっていう部分を含めて、まあ、実際の、え作業画面を見ながら、こう、解説していければなと思っております。で、まあ、その後半で、先ほどのブレッドレンダーファームさんの、えー、まあ、ご紹介なんかも兼ねて、まあ、こういったサービスもどんどん増えてきているよっていう部分で、えぇ、ー、フニューをちょっと盛り上げて、 いければなと思っています。はい。それでは早速、比較検証に入っていきたいと思います。えー、まず、え不、ー、倫をこう代表する、えー、マントラですね。レンダラーのマントラを使って、えー、まあ、これを、まあ、中心軸にして、えーまあ、検証を進めていくというところなんですが、まあ、このマントラというのも非常にこう、歴史の 古いレンダーラーで、まあ、いろいろなこう変遷を経て、今の状態になっているというわけですね。え、それから、レンダーマンですね。レンダーマン、ああ、まあ、ピクサーがずっとこう開発を続けている、まあ、レンダーラーの、まあ、オスといったところでしょうか。マントラも割とこう、昔の方はだいぶ影響を受けつつ、えー、開発されたんではないかなと思うんですが、まあ、レンダーラー、 と言えば、レンダーマンという時代も、えー、一時あったんですが、まあ、最近では割とこう、まあ、もちろん主流なんですけれども、まあ、他のもう少し簡易的なこう、レンダーラーという部分に、まあ、押されてる印象もちょっとありつつ、まあ、大規模なスタジオだとまだまだ、えー、一戦で活躍しているといったような印象です。えー、それから V-Ray ですね。V-Ray も、まあ、ずっと、えー、古くからあるレンダーラーなんですが、ま、もともとは 3DS Max え、専用というか、まあそういう、ですかね。まあ、結構アーキテクチャ向け、アーキテクト向けの、えー、レンダーラーという認識は僕はあったんですが、まあ、割とこう VFX でもどんどんこう主流になってきて、まあ CM 制作だったりとかそういう部分でもすごい日本でも幅広く使われています。で、前の方にも、え、対応したところからまあ一気に広がりまして、で、まあ時間、 それから立って、まあ、予約風鈴にも対応して、まあ、最近では、割とこう、ちゃんと、ええー、なん,んですかね、風鈴と向き合って、こう、開発進めてくれてるんじゃないかなという印象を受けます。えー、それから、アーノルドですね。アーノルドも、ええー、もともとはソリッドアングルが開発していたんですが、今では、えっ、ー、と、オートデスクの方で開発、まあ、ええー、吸収がアップしまして、ええー、メインの、ええー、 レンダー,ラーとして、まあ、オートデスクが開発しているようなものになります。で、まあ、メインとしてはマヤが、あの、一番広く使われているのではないかなと思うんですが、まあ、当然、フィンでも、あの、早くから対応してくれてまして、フ、えー、まあ、フンはこマントラになか、えー、った部分だったり、レンダーマンでは難しいといった部分でも、こう、アーノルドがそこを補ってくれていたというような印象があります。 え、それから、えー、レッドシフトですね。レッドシフトは、えー、まあ GPU レンダラーの、まあ私の中では割と代表格かなと思っているんですが、結構早い段階からこう、不に対応していて、えー、このまあレンダリングっていうどうしても欠かせない要素で、まあ時間かかってしまってしょうがなかったよ、部分をまあレッドシフトがかなりこう改善してくれているというような印象です。まあ私は割とメインツールとして、このレッドシフトを使っている、 ですが、まあ、非常にこう、速いスピードでレンダリングができるといった印象です。え、それと、強なすように、え、Octane Render ですね。Octane Render ンンも、えー、レッドシフト、まあ、時期がどうだったか、まあ、もしかすると、レッドシフトより早くから、売りに対応していたかなと思うんですが、まあ、こちらも GPU 対応のレンダラーで、まあ、どちらかというと、えー、りかしこう、小規模向けな、えー、レンダラーとしては、 あのー、まあ、ずっと有名だったんですが、まあ、風鈴にこう対応することで、まあ、風鈴がこう、個人ニュースでもすごく使いやすくなった、あのー、まあ、一躍を担ったようなレンダラーなんじゃないかなと思っています。えー、それから、えー、ブレッドレンダーファームさんの方に協力していただいてご紹介できるのはこのプロレンダーというものですね。えー、AMD、えー、まあ、 GPU メーカーというか、まあ、CP、半導体メーカーの AMD が、えー、開発している、えー、プロレンダーというものですね。で、えー、まあ、あまりこう認知度がまだ高くないレンダラーなんですが、これ、こちらもまあ GPU ベースのレンダラーになっていて、えーまあ、GPU なんで当然スピードはあのー、非常に速いです。ただまあ、まだ開発されて間もないっていう部分もあって、まあ、いろいろまだ不足している部分も ありますがまあそういった部分も含めて後半の方でで少しご紹介できればなと思っていますえそれから、こう、期待せざるを得ないのが、こう、カルマですね。マントラにとって変わるレンダラーにこうなっていくであろう、え、レンダラーなんですが、まあ、こちらも、え、まだ、まあ、ベータレベルかなと思うんですが、まあ、こちらも、え、含めて、全体として、こう、まあ、レンダラーの比較という部分では、 ええー、まあなんていうんですかね、この GPU レンダーだったり、まあスピード重視のレンダリングっていうのが、まあ注目されている中で、まあ、ま応、あ、して登場といったところで、まあ、期待をせざるを得ないというところでしょうか。で、まあ、今回企画検証するのが、まあ、ええー、上の6つですね。ええー、下の2つは、ええー、どちらかというと、こう、ハイドラーの方で、ええー、 検証をちょっとしていきたいと思うので、まあ、実際のこうレンダリングという部分では、比較検証はマントラと、えー、それから、レンダーマン、V レイ、アーノルド、え、レッドシフトとオクテンというこの、ま、6つですね。6つをメインに比較を進めていきたいなと思っています。はい。えー、比較項目がですね、まずは、え、速度と安定度ですね。え、スピードはどうしてもこう重要視せざるを得ない部分ですが、 まあスピードを出すが、ゆえに、こう、安定度合いが、あの、安定度合いというか、ま、信頼度が、ま、落ちてしまっては、もともともないので、ま、そこも含めて、ま、どういった特徴があるのかなっていうところも、え、検証はしています。え、それから、フーディにとっての、こう、親和性だったり、互換性といった部分ですね。え、フーディにとっての親和性っていうのも非常に、こう、大事で、ま、フーディにからレンダリングできないものがあっては、非常に、 あの、困るので、まあ、なるべくそこがクリアできているかどうかとか。まあ、あとは、え、互換性があるかどうかですね。えー、互換性はフーに対してもそうですし、それからフのシーンで作ったものを、ま、パッケージングして、えー、他の、え、ツールでも同じようにレンダリングできるのかどうか。まあ、そういった部分も含めて、え、見ていかなくてはいけません。それから拡張性ですね。拡張性は、個人的なこの拡張性というものは、ま、当然、 あの、欲しいところなんですが、まあ今後の展開として、ええ、まあ変な話、例えばその開発している会社さんが亡くなってしまったりだとか、まあそういったことがあっては困るので、まあそういった部分も含めて、まあどれだけ今後拡張していくであろうか、まあそういったところも、検証というかまあ考えていきたいなと考察していきたいなと思っています。それから使用感ですね。 えー、まあ、使ってみて、こう、使いやすいかどうかとか、まあ、セッティングしやすいのかどうかとか、思ったような絵に近づけるために、まあ、どのぐらい難しいのか、簡単なのかっていうところも、えー検討、検証していきたいなと思っています。えー、ただ、えー、まあ、比較項目、これだけ、まあ、ありますけども、えー、あ、それか、大事なのはあれですね、価格ですね。価格が、まあ、割りかし、こう、まあ、なんていうんですかね、 どうしてもこう大事になってくるというか、まあ非常に早くてもすごく高かったらあまり意味がないし、まあその辺のバランスが取れてるかどうかっていうところも、まあ非常に重要な項目かなと思っています。で、速度と、えー、価格っていうのは、まあ数値化しやすいので、あのー、まあ確実に厳密な数値を出すことはで,できるんですが、厳密というか、まあある程度厳密に出すことはできるんですが、 まあ、神話性だったりと拡張性使用感っていうのは、まあ、りかしこう、主観も、僕の主観というか、そういう部分も入ってきたりするので、まあ、それが、あの、まあ、どこまで影響するかっていう部分もあると思うんですが、まあ、なるべく公平に、あの、私の方で、まあ、比較をしているといったところです。はい。それでは、まあ、早速各要素をレンダリングして検証していきたいと思うんですが、えまず、 レンダリングをしたシステムですね。私が検証に使ったマシンが、えー、CPU が Intel Core i9、えーまあ。通常のワークステーションよりはもう少しこう、えー、コンシューマー向けというか、エンタープライズというような割とこう、安価に手に入るようなマシンを使っています。で、a ムは 128GB を積んでいて、で、GPU。 こちらに RTX の2070スーパーを3枚挿して使用している。で、まあ、OS は Windows 10で行っています。え、それからアプリケーションのば、まあ、細かいバージョンなんですが、まあ、これに関しては、まあ、国のバージョンを3個使っています。というのは、えー、まあ、対応している、まあ、安定動作する、えー、ものを考えると、まあ、Octane と v r a y っていうのが、まあ、 最新のフリに対応していないという部分もあって、えー、まあなおかつ、それでもビルドがちょっと異なっていたりするので、まあ完全なる検証というわけにはいかないんですが、まあある程度、挙動を見る分にはまあ十分かなと思います。はい。それでは早速、要素として、まあディフューズから見ていきたいと思います。はい。えー、検証結果はこのような形になっていて、えー、まあおおむね同じような結果になるように、 え、ある程度、ま、数値的な部分だったりとか、あとはマテリア的な部分も調整しながら、ま、進めています。で、え、これが、え、秒数ですね。秒数で全て、あの、統一していて、ま、例えば、マントラだったら、ディフューズをレンダリングするのに、例えば、フィジカリーベストレンダリングで、このぐらいのセッティングで、ま、20秒ぐらい。というような、え、結果になっています。で、 例えば同じような結果でもこう、レンダーマンを使ってみると、意外とこう、3分近くかかってしまっていたりとか、まあそういったあの違いがもう早速出てきております。で、左側、こちらが CPU メインのレンダーになっていて、右側が GPU でレンダリングした結果というふうになっています。V レイも CPU、GPU どちらも使えるんですが、まあ今回 V レイに限っては GPU の方を使って検証しているといった形です。 はい。で、次が、えー、リフレクションですね。こちらも、えー、ディフュースと同じように、えー、同じマテリアルで、まあ、リフレクション、まあ、スペキュラーですね、つけたものなんですが、まあ、ほぼほぼ結果は同じになっているかなと思うんですが、まあ、少しオプテ点だけ、ちょっと色味が少し違うのは、僕がガンマの設定をミスったかなのか、まあ、ある程度は合っているんで、まあ、そこまでレンダリングの時間に影響するような範囲ではないと思うので、まあ、許容したいと思います。 はい。えー、ここに来ると、まあ、突然、こう、えー、マントラと、例えば、レッドシフトオプテンあたりとのこう差が非常に激しくなってきていて、えー、まあ、10倍以上、まあ、20倍までとはいかないんですけども、かなりの差がつき始めました。えー、まあ、サンプリングに関しても、えー、これでも、あの、レッドシフトの方はあ、わざとちょっと、落とし目でレンダリングしているぐらいの、 ので、まあ、あまりここで落としても上げても、そんなにこう、秒数としてはもう誤差レベルになってしまうので、えー、まあ、ある程度のサンプリングで合わせていますが、えー、レッドシフトの場合、まあ、ここで、例えばサンプリングを倍にしたとしても、じゃあ時間が倍になるかということもあまりなく、このぐらいだとまだまだ余裕のあるレンダリングを見せてくれます。えー、先ほどこう、レンダーマンと、えー、マントラで見たときに、 えー、レンダーマンのがちょっと遅かったんですが、まあ、えー、リフレクションが入った途端にちょっとマントラの方がレンダーマンに負けるような感じになってきたりだとか、あとはアーノルドとの差も結構つき始めました。えー、それから金属ですね。メタリックな、えー、レンダリングをしてみると、えー、逆にこうなってくると、えー、このマントラとレンダーマンの差っていうのはほとんどなくて、まあ先ほど見てみると、えー、もしかすると、 あれですかね。マントラのレンダリングの場合、やっぱりこうラフネスが上がってきて、まあ光の拡散が増えてくると、リフレクションの拡散が増えてくると、まあ少しこう重くなっていくのかなっていうような印象を受けました。でこの辺でも GPU 系はまあ非常に速くて、えー、まあこの辺はもう全く同じような結果になっているんですが、まあ VDA がまなぜかアーノルドとそんなに変わんないっていう感じになってしまったんですけども、 えー、まあ、ほぼほぼ、この辺はですかね。まあ、マントラとレンダーマン以外は結構、まあ、スピーディーにレンダリングできているかなというような印象です。え、それからリフラクションですね。屈折をやってみると、えー、ここでもかなり、えー、急激に大きい差が、 生まれ始めました。で、リフラクションも、えー、これマテリアルがそれぞれ、まあ、違うので、まあ、同じ結果に合わせるのも非常にこう大変だったんですけども、えー、まあ、ある程度合ってるかなと思うんですが、えー、ここでもかなりもう GPU と CPU だと、ま、10倍近い差がついているような結果になっています。で、基本的に、えー、このシャドウの部分はフェイクのコースティックスが入ってるんですけども、まあ、奥点だけ割とこうちゃんとしたコースティックスが あ入っています。まあ、これも、おそらく抜くことはできるんですが、僕も、あまりここの設定をせずに、そのままレンダリングしちゃったんですけども、まあ、それでもかなり、あの、速いスピードでレンダリングができています。えー、それから、サブサーフェスキャッタリングですね、SSS をレンダリングしてみると、まあ、これに関してもかなり、ちょっと、シェーディングの結果が若干異なってしまってるんですけども、ちょっとそこはご容赦いただきたいというところで、えー、こうなってくるとかなり、え、差の、 開き方も激しくなってきて、えー、まあやっぱりこう、ラフネスが高いような屈折だったりとか、SSS みたいな拡散するものに関しては、やっぱりマントラちょっと、ああ、遅いなというような印象があって、えー、結構レンダーマンの方と、まあアーノルドの方ともかなりこう差が、あの、激しくなってきてしまっているなというような印象です。で、それから GPU の方は、まあここでもあんまりそんなに、あのー、 どんどん遅くなってってるっていうような印象はなくて、まあ、少し遅くなってきたかなっていうぐらいなもので、まあ、結果としてもほとんど、まあ、マントラとレッドシフトほとんど変わらないんですけども、まあ、これだけ、ま、20倍以上の差がついちゃうような状況なので、まあ、これはちょっと差が開きすぎかなといったような印象です。え、それからボリュームですね。えー、ボリュームも、えー、これもまあ、あ どうしてもシェーダーモデルが違うので、まあなかなか合わせるのが大変なんですけど、まあマーチングのサンプリングの距離だったりとか、ある程度合わせつつレンダリングをしています。えー、ここだともうマントラの、えー、レンダリングが非常にこう重くなってきてしまっていて、まあここもまあもう少し軽くちょっとクオリティを落として軽くするっていう方法も取れると思うんですが、まあここはあえて同じぐらいのサンプリングでレンダリングをし,しています。 で、まあそうすると結構圧倒的にマントラの方が重くなってしまっているので、で、まあ、ここに関してやっぱりこう、ボリュームをフィジカルベースでレンダリングするっていう部分が、まあ非常にこう重たくしている要因ではあるんですけども、まあ近年のレンダリングのクオリティ、求められるクオリティの傾向からいくと、まあ非常にこう厳しいかなと言わざるを得ない状況になっています。で、まあ、反面、 レッドシフトの方は、まあ非常にこう軽いレンダリングができているんですけども、まあどうしてもやっぱり、あの、ええー、まあセッティング的な部分で少しこうユーズが効かない部分があったりだとか、ええー、まあちょっとエフェクティブな表現としては少しこう、まあシェーディングモデルが足りない部分が多いなというような印象も受けたので、まあ早ければいいというわけでもないかなっていうのが、まあこの辺でちょっと感じつつありますね。はい。 次がパーティクルですね。パーティクルというか、ポイントレンダリングですね。えーまあ、これはシェーディングモデルとしては、えー、BRDF、普通にディフューズだけですかね、を作って、でまあ、それを、まあ、ポイントにかけてレンダリングをしているというような状況です。でこちらも、まあ概ね、えー、レンダリング的には問題がなくて、まあ、それぞれアトリビュートの持たせ方みたいなのもちょっとずつ違ってはいるんですけども、まあ、基本的には同じ、えー ポイントカラーと P スケール、ポイントのスケールでレンダリングができています。えー、ポイントレンダリング割とこう風にでも非常によく使う、あのー、レンダリングアプローチなので、まあ、ここはクリアしておいてほしいなといった部分ですが、えー、このってくると、ま、かなり GPU 側と CPU 側でもこう差が出てきているかなといった印象です。ただ結構優秀なのがア n o l ドで、えー、まあ、割とこんだけ同じ ポイントの数でも、まあ、マントラに、だいぶたイ差をつける4倍ぐらい差をつけて、まあ、スピードを出しているので、わあありかし、こう、エフェクト表現で、まあ、結構、指示も受けているようなレンダラーなので、まあ、ここにきて結構、CPU レンダラーとしては頑張っているかなと、いった印象です。はい。えー、それからカーブですね。まあ、えー、ポリゴンをレンダリングした場合の検証になります。まあ、ここに関しては、例えば、 まあ、ファーだったりとか、まあ、そういった部分も、まあ、カーブのレンダリングになってくるので、まあ、そういった部分の表現がどういうふうになってくるのかっていうところですかね。はい。えー、まず、時間はまあ、GPU が圧倒的に早いのは当然なんですが、まあ、ここでもやっぱりアーノルドが、まあ、マントラに2倍ぐらいの差をつけて、スコアを出してるかなという,ような印象です。まあ、ここら辺はまあ、レンダーマンとマントラはそこまで変わらずといったところでしょうか。 はい。で、スピードですね。全体のスピードをちょっと見ていきたいと思います。まあちょっとすごい細かくて見づらいんですが、えー、まあ8要素。ディフューズ、リフレクション、メタル、リフラクション、SSS とボリューム、パーティクル、カーブ。まあ8要素をメインで取り上げて検証を行いました。えー、それのアベレージが右下にあります。で、まぁ、あ、おおむねのスコアがこのような形になっているんですが、まあやはり GPU レンダリング。 まあ非常に頑張っているかなといったところです。で、オプテンがやっぱりちょっとエフェクティブな、まあボリュームの部分でちょっとスコアを落としてしまったので、まあ、アーノルドと結果的にはそこまで変わらないというような感じになってしまいましたね。はい。それでは価格の方も見ていきたいと思います。えー、これは現在の価格で、で、なおかつ、えー、まあ、レンダーマンに関しては、えー、個人ユース、まあ、 えー、ノンコマーシャル版であれば、ま、ロ円で、マントラと同じように0円で使えるんですが、まあ、買った場合の値段。で、えー、なおかつノードロックで、えー、というものもあります。えー、フローティングだと、またちょっと価格が変わってきたりするんですが、まあ、基本的には、あの、まあ、ロープライスなものを選んで比較しているといったような状況です。で、マントラはまあ、えー、0円にさせてもらっています。えー、フーディニーを購入しなければ当然使えないものなんですが、 えー、まあ、マントラ、レンダラーといった意味では、まあ、0円なので、ここは、後編に0円とさせていただきました。えー、意外にも、まあ、レンダーマンが非常に、こう、高額なんですけども、まあ、レンダーマンの場合は、えー、トラクターというディスパッチャーも一緒についてきたりするといったような、まあ、特典もついています。まあ、マントラで言うと、HQ がついてるんで、まあ、同じような感じですかね。えー、まあ、ここで言うと、まあ、テンレンダーとアーノルドが、まあ、割かし、こう、 安めに買えるかなといった印象ですね。はい。で、ただ、アーノルドはこう、フロッティングになってきたりすると、また価格帯も変わってきてしまうので、まあ、その辺も含めて、えー、購入する際はいろいろ検証する必要がありそうです。で、価格に関してなんですが、えー、まあ、CPU レンダリングと GPU レンダリングで、まあ、速度の差が、まあ、かなり激しいので、例えば、レッドシフト、えー、今、500ドルになっていますが、まあ、アーノルド、 まあ360ドル。これ 1CPU でやるのと、レッドシフト 1GPU でやるのでは、まあ最終的なレンダリングの速度がだいぶ変わってきてしまいます。なので、例えば10倍ぐらいの差がある場合だと、えー、価格が500ドルだと、えー、10個同じものを買うとしたら3600ドルになってくるので、まあそういった部分の計算もこう必要になってくるのかなと思われます。 で、それらをグラフにしてまとめてみると、まあ分布図こんな感じになっています。まあ割かしこう、バランスがいいなっていう印象を受けたのが、まあアーノルドかなと思います。で、小さくコンパクトにまとまってますけども、バランスは取れてるのがまあオプテンて。で、まあマントラに関しては、まあ非常にこう、えー、スピードに関して非常に惜しいなっていう部分もあって、あとユーザビリティ、まあ当然風鈴を使ってるんで、マントラ誰でも使えるような あの、ニュアンスに取れますけど、やはりこうレンダーとしてはちょっと難しい部分もあったりして、まあその辺はちょっとレンダーマンとかにと同じような傾向があるのかなというような感じはしました。こうちょっと厳しくつけています。で、スピードに関してもやっぱり、あのどうしても他のレンダーと比べてしまうと少しやっぱ劣るかなっていう印象があったので、ここも、えー、厳しく評価しています。えー、まあプライシングだったり、えー、 あとは拡張性だったりとかシー性っていうのはまあもちろんフリー内部で使うものとしては非常にこう高いかなと思っています。うん、えー、あとは VDA に関しては、例えばユーザビリティなんかはまあもと m a マヤで使ってました、MAX で使ってましたっていう人も多いツールなのでまあそこはアーノルドと含めて同じですよね。やっぱりこうユーザビリティ非常に高い かなと思っています。まあ、いろんな人に使われてきたレンダーラーなので、まあ、そこら辺のカスタマイズっていうのが、まあ、どんどんなされていって、まあ、その辺使いやすさっていうのが非常に上がってるかなと。で、RedShift は、まあ、ユーザビリティ非常に高いんですけど、これなんでかっていうと、やっぱりこう、先行のレンダーラーがいっぱいある中で、まあ、それをいい,どい,いとこ取りというか、ある程度こう参考にして作られてるのかなっていう印象があるので、まあ、ユーザビリティ非常に高くなっています。それから、まあ、えー、拡張性っていうのは、 今後にちょっと期待かなと思うんですが、マクソンが、えー、まあ、買収した結果、まあ、今後どうなっていくのかなっていうところですかね。マクソンもともと昔からこう、レンダラーに、え定評のある、あの、メーカーさんなので、まあ、これからレッドシフトっていう、まあ、速度の面でも価格の面でもいろいろこう、頑張ってもらいたいなっていうようなレンダラーです。で、奥手に関しては、まあ、小さくまとまってしまってますが、まあ、もともとすごいコンパクトな感じで、あの、売り出してるような、 えー、レンダラーで、まあ、非常にこう、マイナーって言えばマイナーなので、えー、ここ、まあ、非常に評価難しい。まあ、独特な、こう、使い勝手というか、まあ、独自路線で言ってるようなレンダラーなので、まあ、ここに関しても、こう、評価非常に難しいんですけども、まあ、逆に言うと、個人ユースだと非常にこう、楽かなといった印象です。まあ、あの、簡単にいい絵が作れるっていうような特徴がありますね。はい。 はい。それでは、えー、最後に、えー、ハイドラを使った、あの、レンダリングっていうのが、まあ、どういったものなのかっていうのを含めて、まあ、比較しながら、こう、見ていきたいなと思います。はい。えー、それでは、ハイドラによるレンダリングの方を見ていきたいと思います。えー、ソラリスを使って、まあ、ハイドラ経由、まあ、ハイドラ準拠の、えー、に対応している、こう、レンダラーを、まあ、それぞれセットアップしてみたんですが、 えー、まあ先ほどまで登場していなかったこのカルマですね。えー、まあマントラーにとって変わるようなレンダーになると、えー、思われるこのカルマなんですが、まあこれと、まああとはレッドシフト、アーノルド、えー、まぁ、あ、PR マン、レンダーマンですね。えっ、ー、と、それから、あとはプロレンダーですね。えー、このプロレンダーっていうのも、えー、ちょっと後で見ていきたいと思うんですが、まあこ,これらを使うと、まあこんなふうにレンダリングができますよ。まあ というところを、まあ、見ていきたいと思うんですが、えー、まず、えー、まあ、自体はすごい簡単に組んでいて、えー、ソップで組んだジオメトリをそのまま持ってきているだけなんですが、えー、まあ、それぞれにすでに、こう、マ、マテリアルが、こう、アサインされているような状態、あ状態で、まあ、それらを、カルマを使ってレンダリングすると、このようになりますといったところです。えー、カメラを、セッティングをして、 えー、これですね、カルマ。まだ、これ、ベータが取れてないんですけども、まあ、これを使うと、まあ、このような形で、レンダリングすることが可能です。で、それぞれ、ディフューズだったり、えー、まあ、プラスチック的な、まあ、リフレクションですね。それから、メタル、ガラス、えー、SSS といったような、まあ、いろんな要素を、まあ、いっぺんにまとめて、こう、見れるようなジオメトリーにしてみたんですけども、まあ、こういった形で、えー、カルマを使うと、こう、非常に、こう、まあ、軽快に、 レンダリングすることができます。IPR としても非常にこう軽いものです。例えば、この、ビューワー上で動かしたりすると、まあ、それがそのまま反映されて、えー、レンダリングを行うことができると。はい。なので、まあ、新構築だったりとか、まあ、あとは、えー、ライティング、まあ、ルックデブですね。まあ、その辺に、こう、非常にこう、使いやすいような、えー、設計になっていると。まあ、ステージと言われる、 このネットワークなんですが、まあ本当にこれそのものをまあステージ、まあ例えばセットですよね。そういう部分に見立てたようなシーン組みができるっていうのがまあ最大の特徴かなと思います。で、u s d をベースにすることで、まあ、えー、シーンの構築自体もまあかなりこうユニバーサルなものになってるんで、まあレンダラっていう視点から見てもまあいろいろこう対応しやすいんじゃないかなと思います。 で例えば、レッドシフトでレ,レンダリングをしてみると、えー、例えば、<laughs> はい、このような形でレンダリングできます。で、ちょっとガラスの色だったりとか、まあ SSS のセッティングだったりとかは、ちょっと、あの、プリンシプルそのままいってるだけなので、なかなかこう、ちゃんと出てはくれないんですけども、 まあこれも、まあカルマに比べてやっぱりちょっと、まあ、速度的には速いかなっていうところですかね。はい。こんな感じですね。まあ、おおむね同じような感じでレンダリングすることができます。はい。で、まあその他も同じような形でレンダリングできるので、まあ一旦これらを飛ばすとして、で最後に、えー、プロレンダーの方をちょっと見ていきたいなと思います。えー、プロレンダーも、 えー、GPU ベースのレンダラーなので、えー、AMD が作っているようなレンダラーなんですが、まあ、Radeon Pro レンダー e n d ですかね。えーまあ、これも同じような感じ、このような感じで、えー、レンダリングが可能です。まあ、この速度的にも非常に速くてですね、あの、まあ、RedShift とそこまで大差がないんじゃないかなと思われます。で、結構これが浸透していない理由の一つにですね、こう、AMD 社が作っているというところで、 あの、まあ、NVIDIA 社製の、えー、GPU 使ってるから、ま、使えないんだろうな、なんて思ってる人が結構多いようで、ただ実はそんなこともなくてですね、あの、OpenCL ベースなので、あの、まあ、僕も GFOSS 使ってますけど、まあ、全く問題なくこのようにレンダリングできています。で、なおかつこう、風鈴においてこう、早いレンダリングができるっていうだけでもありがたいんですけども、えー、この、 プロレンダーの最大の特徴としては、まあ無料だっていうところですよね。この無料で使えるレンダラーで、まあここまでの性能があるっていうのが、まあまだまだ知られてないっていうのは非常にこう、な,なんとも惜しいところなんですけども、えー、このプロレンダー自体は、まあ u s d にしかまあ現状対応していないんですが、えー、u s d を使ってですね、例えば、 えー、こんな感じで、rpr エクスポート。ここで USD を出力することができるので、えー、まあ、この、あ、ごめんなさい、USD ベースで、この rpr っていう、まあ、プロレンダー用のファイルを出力することができるので、えー、これを使えば、あのー、先ほど冒頭でご紹介したブレッドレンダーファームの方で、えー、どんな環境からでも、こう、同じレンダリング結果を、ま、投げることができると。 いうことが、えー、可能になっています。で、ここがですね、あのー、結構今回お話しさせていただきたがって結構一番、あのー、大事なポイントなんですけども、えー、まあ、フリーのこう、レンダリング事情っていうのが、まあ、これまでも、えー、マントラがやっぱりこう、どうしても他のレンダラに比べて重いっていう部分、まあ、非常に高性能なレンダラーではあるんですけども、まあ、非常に重かったっていう部分で、まあ、カルマのような、まあ、次世代の レンダラーがこう搭載されてきたっていうのは非常にこう喜ばしいことなんですけども、え、それと同時にですね、こうレッドシフトだったり、アーノルドだったり、リアルマンだったり、え、まあ、今ご紹介したこのプロレンダーだったり、そういったこう、次世代のレンダラーっていうのが続々とこう風にどんどん対応してきていると。で、そういったことが、え、増えてくるとですね、こうユーザー的にもこうやれる範囲、まあ時間のない中で風に使えるっていう部分も、どんどんこう、 なんて、機会が増えてくると思うので、まあ非常にこう、フーディニーをこう、進める上でも進めやすくなったなっていう部分が私の感想です。で、プロレンダーなんかを使うと、えー、無料で、あの、レンダリングの性能を上げることができるっていう部分が、まあ非常にこう、まあフーディニーらしいというか、まあ一旦試してみて、まあよかったら、まあどんどんこう、フーディニーを あの、まあ、FX にしてみようかとか。まあ、アプレ、アプレンティスはま、もちろんプロレンドは使えないんですが、ええー、例えば、まあ、インディーだったりとかであれば、まあ、プロレンドは使うことができるので、まあ、それで試して、ええー、プロダクションレベルでも使いたいなっていうところが、まあ、検証しやすい環境になってきてるっていうのが非常に、ええー、まあ、10年ぐらい前から考えると、まあ、考えられないぐらいどんどん風鈴が賑やかになってきてるなっていうような印象です。 はいで。それでは最後に、えー、ブレッドレンダーファーム、この RPR をですね、あの、エクスポートした場合に、ブレッドレンダーファームっていうのが、まあ、どういったサービスなのかっていうのを含めて、えー、ご紹介したいと思います。はい。えー、ブレッドレンダーファームというのは、えー、まあ、国内の、えー、クラウドレンダーファームのサービスになります。 えー、GPU 専用で、あの、展開しているサービスで、えっと、まあ、プロレンダーに対応している、あの、クラウドレンダーファームというところでは、まあ、日本でも、あと、僕の知る限り唯一じゃないかなと思っています。で、サインアップをしてログインをしてもらうと、まあ、このような画面に行きます。で、アップロードは、えー、先ほど出力した RPR ファイルをジップして、ここにドラッグドロップをすると、 え、アップロードが完了して、で、まあレンダリングのオプションを決めて、概算の見積もりを取ってお支払い。で、レンダリングという形になるんですが、まあこの、まあ4手順しかないのと、あと、概算の見積もりを事前に取れるというところで、まあいくらぐらいかかるものなのかっていうのを事前に知ることができると。で、なおかつ、ブレッドレンダーファームまぁ、あ、GPU でレンダリングできて、まあ非常にこう、早い、 レンダリングが可能だっていうことと、あと、ま、プロレンダーが無料だっていうところもあって、まあ、非常にこう、低コストで使用できる、えー、レンダーファームになっています。えー、まあ、フリニから出力する、えー、のが、ま、どうしても時間かかってしまうっていうのが結構ネックなんですが、まあ、例えばプロレンダーのようなレンダラーがどんどん増えてきてもらって、で、まあ、こういった GPU のクラウドレンダーファームなんていうのが、サービスがどんどん展開していく、増えてくれば、まあ、フリニを使用している、こう、ユーザーにとっても、こう、非常に あの、有意義なことなんじゃないかなと思います。で、まあ今回、まあレンダラーに関していろいろと、あの、比較検証を簡単に行ってきましたが、まぁ、あ、CPU レンダラーも GPU レンダラーもどちらも、あの、一長一短あります。あの、CPU レンダラーの方が安定性当然ありますし、GPU レンダラーの方は、まあどうしても GPU をこう、確保しなければいけないっていうデメリットもあります。まあそういった部分を、えぇ、ー、 まあ、例えばそれをクラウドに投げることで、まあ、社内に GPU を大量に持つっていうことをせずとも、レンダリングがかけれるっていう日が、まあ、本当にもうすぐそこに来ているといったところかなと思います。まあ、冬にもどんどんこう、レンダーの選択肢が増えてくることで、まあ、個人ユースから大規模ユースまでのまあ幅広い、あの、まあ、ユーザー、まあ、当然ゲームなんかリアルタイム、 も含めてだと思いますけれども、まあ出力っていう部分はどうしても付き物のなので、まあいろんなこう選択肢があるっていうのはこうしたことないかなと思っています。えー、まあ最後になりましたが、えっ、ー、と、まあ連ダラー、まあ比較することで、まあこれからどんどん、あの、いろんな選択肢、マントラだけじゃなくて、例えばレッドシフトでも、まあオクテンでも、まあ他にも風に対応している連ダラーたくさんまだまだありますので、まあそういった部分も、 細かいところもチェックして、まあ、自分に合った連絡を見つけて、フリーライフを楽しんでいってもらえればなと思います。えー、最後までご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。